手軽に食べられて栄養価が高いバナナ。100円程度のものから倍以上するものまでありますが、その値段の差は甘さでも品種でもなく、しっかりとした決まりがあったんです。バナナの生産販売大手ドールのバナナ部で働くバナナに詳しい住谷さんに聞きました。値段の高いバナナは標高が高い場所で育ったバナナです。高いバナナと安いバナナの値段の違いは産地の標高の違いだったのです。一体どういうこと？高地栽培の場合、低地栽培よりも長く栽培する日数がかかるので、その分コストがかかるというのが理由になります。ドールでは標高500メートル以上を高地栽培の高いバナナ、標高250メートル以下を低地栽培の安いバナナとしています。安いバナナが10ヶ月ほどで出荷できるのに対し、高いバナナは1年3ヶ月ほどかかるそうです。栽培期間が長いため、肥料や人件費などコストもかかり、より値段が高くなるのです。気になる高地栽培の値段の高いバナナの味は？やっぱ低地よりは、糖度が高めになるので、より甘みを感じやすい、また淀粉が多い分もっちりした感触になります。